こんにちは、いつブのさん、高橋ダンです。さてと、昨晩はニューヨークダウが2024年で一番最悪な日でした。It was the worst day of 2024. で、ニューヨークダウのこの下落を見ると、マックリーもこれからクロスになりそうです。ポストプライムの投票率、まあ、市場の心理も見ると今高いです。少し危ない状況に見えるとも、 で、その上に、今、日本人が何をしているかというと、NISA でみんなが一番買っているのは、米国株と NVIDIA 株です。まあ、僕の考え方、それと、僕はなぜ、まだ、今、一番良いところは、アメリカ債権とコモディだと思う理由を、今日、ちょっと歴史を見ながら、今の速報の現状を話していきたいです。皆さん、僕は元ウォール街のトレーダーです。ポストプライムっていう、 投資を学べるアプリの創設者、ガイドのほうで僕のポストプライムチャンネルをもし興味あれば見てください。YouTube で話していない一番注目な情報とチャートはここだけで話しているので、ぜひもし興味あればアプリと、まあ、ウェブサイトでチャンネル登録もしてみてください。So Dow Jones Worst Day of 2024 ま、これも結構ちょっとびっくりしましたね。あの、まあ、中身を見ると、えー、まあ、あの、なんて言うんでしょう。ハイテク株とかは、すごく堅調に動いている。まあ、ネビリエっていう、まあ、AI の半導体メーカーの株価は、大きくと9%と昨晩と上昇をしました。なのになんでダウジョーンが下がっているかというと、ダウジョーンズにすごく敏感な銀行株とか、ボーイングとか航空株がものすごく下がっています。あともう一つ理由として、 昨晩出たのは PMI という購買担当形式数が出ました。これが実はポストプライムの今の話題という機能を見ると一番投稿数が一番話題になっているものが今 PMI というものがポストプライムで話題になっています。なんで話題かというとこれ54.4という数字が出ました。で、これ予測をはるかに上回ったんです。で、これ米国の PMI というのは毎月判断される今の経済の状況です。もうリアルタイムですね。本当に今起きていること。これを見ていると思っていた以上にアメリカ経済が強いんです。で、これなぜ悪いことかというと、思っていた以上にアメリカ経済が強いと、アメリカ中央銀行が利下げがしにくくなる。で、これが相場は大嫌い。利下げができないということになると、 アメリカの金利が高いまま。なので、PMI の後にアメリカの2年国債金利はまた5%ぐらい程度に上昇してます。10年金利も少しずつ上昇する。で、ここの金利が上がると、いやい、株価は下がりやすいです。で、テクニカル的に見ると今、ダウジョーンズはこの青とオレンジを見ると、この2つの線が大体クロスすると方向転換が多いんですけれど、今また下落の方向性に乗り、 そうな、まあ、トレンドになっている。しかも、ダウジョーンズだけではなく、まあ、アメリカ株を全体的に見ると、S&P 500っていう株価指数、一番みんなが見ている株価指数の投票率をこの緑のチャートで見てください。これみんなが無料で上がるか下がるかっていう投票できます。今日の朝、現時点24日の午前中で341人が下がる投票してます。これ実は小さいです。 で、なぜかというと、チャートを見てください。上がるっていう投票が、特にここの7日間では、圧倒的には74%です。はい、そうです。この7日間では、4600以上の投票があり、ほとんど全部上がる投票。で、このチャートをよく見ると、これがだいたい高い時って、実は株価、価格、下がりやすいです。逆にこれが低い時は、買うチャンスに今まで時々なってました。まあ、なので、 今特にチャートがちょうどちょっと悪い方向性に行き、まあ2024年で最悪の1日かつちょっと市場の心理が高い時には、まあ僕は少しだけ警戒感を持っている状況です。もう一つちょっと警戒感なのは、あのね、ナズダック、まあこれ特にハイテック株でいろんな方がすごく注目してる。なぜかというと今回、まあね、 テクノロジー株。まあ、やっぱりアップル、テスター、ネベリア、こういうマイクロソフト、グーグルがもうアメリカ株のヒーローです。一番アメリカ株を持ち上げている。ここに注目をしている人たちは特にナスダック指数っていうものを見ています。で、ナスダック指数はここの右の画面を見ると、まあ、青い部分を見ると価格はちゃんと上がっているんだけど、下の赤い部分を見ると、これは上がる下がるの比率を見ている Advanced Decline Ratio です。まあ、到落率。これがどんどん下がってるんです。ここが非常に良くないんです。 もう数少ない銘柄だけが上がってて、あとは全部下がってるので、まあここが本当に危ないことが見えます。で、特に僕として、まあ僕も日本人で、かつ、まあちょっと気になったのは、まあ日本人がこの新しい NISA で何を買ってるかっていう4月のランキングを見たところ、一番買われてるのが米国株。 と、NVIDIA 株です。はい。まあ、で、ここでちょっとまあ、僕は長年投資してて、まあ、いろんなまあ、人たちを見た経験として、まあ、日本人はよく相手、他の人たちがやってることを コピーする、フォローする傾向が多いと思います。で、まあ、あの、今みたいな時には少し気をつけた方がいいと思います。まあ、長期投資であれば短期的に何が起きるのかそんな気にしない方がいいけど、念のために今の状況は知ってほしいです。あと、まあ、ネベリアっていう株価。まあ、僕から見ると、 バリュエーションはまあ60倍です。PER。PER っていうのはまあ実家総額に対しての利益です。60倍は全然高くないです。まだまだ全然上がれると思う。なので、大きなマーケットショック、暴落が起きるとは思っていないです。ただし、他の人がやってるから、私、僕も買いましょうという考えは浅いので、ちゃんと根拠を理解して、長期投資でレバラージ使わず、ちゃんとこれは、まあ長年でずっと買い続けるという目線をした方がいいと ギャンブル的にじゃあ来週上がるまた再来週上がるという考えをすると痛い目に遭うことはよくあると思います。 で、その面で、まあ、僕的にはまだ自分のポートフォリオでは、今一番優先は、まあ、もちろん株も左側で買ってるけど、この右側の国債とコモリティが圧倒的に僕は長期投資で優先をしています。はい、もちろん日本株、米国株持ってますよ。だけど、国債を優先してます。僕は20年以上投資をしてきて、こういうシナリオを一応いろいろと見てきました。まあ、単純に見ると、まず今、米国株は安くないです。 この画面で見える通り、今、米国株の PER は23.3倍です。30年間で見ると、今、一番高いです。なんで、どう誰がアードコード言って、まあ、こういう面白いストーリー、面白い銘柄があるというのも、全体感で見ると、今、30年ぶりに一番 PER が高いことは事実です。なので、優先するべきとは思ってません。逆に、今、中央銀行が、 利下げっていうのは起きる可能性すごい高いです。歴史的に一番この30年間で金利がすごい高いです。金利は下がるはずです。利下げするっていうのは中央銀行も言ってます。利下げを過去にするときには、今までは、はい、必ずいつも100%今までは一緒に米国債金の価格は上がっています。This is just a fact. 中央銀行が利下げすると米国の債券の価格は上がる。とても歴史的に強い事実です。今の国債は価格は上がると思います。かつ、国債の平均の利回りは青線で見ると今4%の利回りです。株の平均利回りは2%。これ今国債の方が株より圧倒的に安いです。それと国債は この数年間で、ね、24.7%と暴落して200年ぶりの一番の暴落です。そうです。まだ僕は国債です。あと、中央銀行が利下げするときには今まではコモルティも一緒に価格は上がります。コモルティも70年ぶりにこのチャートを見ると米国株と比べて70年ぶりの割安です。まあなので高いところではなく安いものを買う。 っていうのが投資の一番の基本でみんなが忘れることですけど、ここで僕は国際コモルティ、暗号資産を一番自分の資産で今長期的に優先をしています。ほとんどこういうものを日本人は取引していないです。僕は 長年使っている一つの証券会社は IG 証券。今日のスポンサーであり、概要欄の方で新規口座開設すると1万円もらえます。はい、1万円です。すでに口座を持っていても新しい新規口座を新しいメールアドレスと新しい、まあ、身分証明書を提出すれば簡単に数分間でできます。今日話してたアメリカ国債、日本国債も取引できるし、ビットコイン、ウラン、 シカゴ、西牛、パラジアム、ウィーケンド指数、全部取引できるので、ガーロの方で講座解説してみてください。あと、GMO クリックとか、ガイタメ XGMO もいろんなコモディ取引できますし、それと、マネーパートナーズでは、はい、暗号資産、ビットコイン、イサリもライトコインも取引できる、僕が使っている証券会社、コインを欲しければ、ガーロの方でぜひ無料で取りに行ってください。まあ、ここの観点でもう一つ言いたいのは、 今の相場で本当にどこが一番安いのか で、僕が今目をつけているところで特にコモルティと債券以外にも面白いと思うのは日本株です。ポストプライムの投票率ランキングを単純に見れば一番、まあ、割安な銘柄がハイライト、ピンク色でされます。今明らかに見えるのはマザーズです。まあなのでここを見るとマザーズの投票率は 24時間、7日、30日、全部すごく低い。なので、ここも一応目をつけてます。逆に今、割高なのはこの投票率ランキングでは、日経平均がオレンジ色、ナスダックもオレンジ色、天然ガスもオレンジ色です。S&P 500も実はオレンジ色じゃないけど、高いです。なので、まあ、こういうものは今、短期的に少し警戒感を持っているという認識です。投資では一番の基本のルールは、 安く買って高く売る。みんな忘れてしまうんです。だけど、これが一番大切です。で、ポストプライムのこの投票率というツールでは、誰でもみんな無料で、どの銘柄でも上がる下がると、投票ができる。で、投票をすると、市場の心理のチャートが見える。この通知ツールを使うと、低い時に割安のチャンス、高い時に割高のチャンス、 通知であなたの携帯とパソコンに通知が届きます。まあこのツールの使い方など僕のチャンネルの一番上の固定投稿の3分55秒から説明しているので無料でこの使える機能も見てください。有料の部分もメンバーシップで無料体験もできるのでガーロの方で試してみてください。まあおさらいとして今日僕はちょっとニューヨークダウが2024年で最悪な下落をしていて少し短期的には今マーケットは 危ないい警戒感を持っています PMI がこれは相場をはるかに上回りましたその影響として金利が結構上がっています特に金利が上がって今 アメリカの債券が短期的に下がってます。と一緒にダウジョーンズのチャートもマックリーが下落。まあ債券と株価がこれから短期間には下がる可能性もまあ十分あると思います。ポストプライムの投票率も特に米国株とかでは今すごく高いです。まあだけどこれいわゆるチャンスだと長期投資では思っています。なぜかというと、まあ 最初の100日が特に10%以上の場合を過去この70年間米国株で見ると大体今まではこういう傾向が起きると今年も11%上がってます。最初の100日の取引日数。その場合は残りの残りの分は今年は中央値で10%上がってます。なんで大きな暴落はないと思う。下落があったら買いに行きます。 で、何を買いに行くのか。今、相場ってすごい相関してる。株もコモルティも国債もいろんなもの一緒に動いてます。なので、米国債は僕は今見てると一番割安だと思ってます。まあ、そう続けて、コモルティと暗号資産もすごく割安だと思い、あと、日本株、マザーズも やはりすごく割安だと思ってますので、長期投資ではチャンスがこれから下落であると思いますし、僕はそこを注目してます。このチャンネルでは投資助言はしていませんので、弊社のポリシーを概要の方で見てください。この頃ちょっと結構忙しいです。まあだけど、ちょこちょことまだ YouTube をまだこれからも続けたいと思うので、ぜひ皆さんいろいろとリリースとかニュースとか出てますけど、これからも、まあちょっといろいろと面白いことも発表出るので、ぜひ楽しください。 趣味にしておいてくださいありがとうございます